武士道でビジネスを熱くする教養としての武士道、著者の安藤です。1回目のお話の中でスティーブ・ジョブズが武士道と関わりがあるという話題が出ましたが、はい、ジョブズはですね、当然iPhone をはじめとする革新的な製品を世の中に送り出した方ですよね。この方は若い頃から禅と出会っていて、自ら座禅を組んで修行をしていったというふうに言われていて、ここ非常に愛着を持っていたということです。かたや武士お侍さんという人たちも仏教の中でも特に禅を愛して座禅を組んだり、自らの座禅を通して自らの在り方を追求して、まあひいては国づくりとかリーダーシップというのをこう極めようとしていた、武士の道を極めようとしていたという存在です。武士道の中に禅の教えというのはたくさん含まれていて、禅は武士道に大きく影響を与えているということが言えるんですね。で、両者の共通点は禅を愛していたということで、この禅という教えの中に両者ともですね、道を極めていくという意味で大きな共通点があって、ここもこの教えをですね、やはり学んでいくということは大切かなというふうに思うんですね。今後も世界のビジネスエリートが熱くなる武士道の知恵、教えたくさんお届けしていきたいと思います。いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。